今日は箱根の山を試走する。じゃない。前々から言ってただろうが、今からそんなんでどうする。これから延々と山道を登っていくんだぞ。延々と山道、やだな。本当なら今日遊んでたのにな。厳密には山の思想は禁止されてるが、走らないわけにはいかないからな。車に気をつけて、あまり団子にならずに行くぞ。つうか山は振動でいいやん。そうだそうだ、坂道得意なんだし、振動さんだけ走ればいいよ。ずっと坂なんてやってられんよな。かったるいよ。練習は一生懸命やるのが一番楽なんです。ほら行くぞ。箱根駅伝の5区は山登りと呼ばれ、小田原の中継所から往路のゴール芦ノ湖までほとんどが箱根の山を登る坂道だ。箱根湯本の駅を過ぎたあたりからは本格的な急斜面の山道に入る。誰だろう、最初にこんなとこ走って登ろうなんて思いついた人は。なかなかこんな険しい坂道に登る機会ないっすよね。はあ、こういう人か。そういや、かける、あの後花ちゃんとどうしたの。行く。別に何も。はあ、ダメだなお前。ダメだよ。なんすか。かけるくんが信じさせてよ。手握ったことは黙って。やっぱりなんかあったんだ。わかりやすいな。花ちゃんは罪な女だ。にしても振動さん、山道慣れてんすね。どんだけ山奥で育ったんだよ。どんだけって、俺集落で30年ぶりの子供だったんです。俺の生まれ育った村はいわゆる限界集落ってとこで、村に子供なんていないから、俺相当近所のじいさんばあさんに可愛がってもらったんです。限界？人口の半数が65歳以上の地域だよバーカ。こっち来る時も村で大学、それも東京の大学に行くやつなんて今までいなかったから、振動だってみんなすごく喜んでくれた。だから青竹で振動ってあだ名つけられたわけで。けど俺が東京に出たことで村にまた若いのがいなくなっちゃったからね。だからじっちゃもばっちゃも正月テレビで俺が走ってるの見るのすごく楽しみにしてくれてるんです。ああ、俺無理、そういう他人にまで期待されんのって。家の鍵かけないような田舎ですから。他人じゃないですよ。てかユキさんってどこの出身でしたっけ。西荻。西荻。西荻窪のことだよ。中央線沿いの杉並区だね。東京都内っすか。あれ、あ、ってことはユキさんわざわざ青竹で一人暮らしなんかしなくても。最高地点だ、874メートル。おーい、みんなー。ねえ、ちょっとあれって、なんでおめえがここさいるんだよ。東大大も思想に来てたのか。榊、油打てないでさっさとゴールまで走る。松平さん、お前らほんと仲いいのな。よくないです。全然。みんな早く。くそ、松平さんとあのマネージャートレードできたらな。監督、あいつ山に捨ててっていいですか。おめえついてくんでね。方向同じだべや。あっちさ行けっちゃ。お前がな。かける、あのちっちゃい子と仲直りしないの。え、ちっちゃい子。榊にはというか部とか監督とか親とか、俺すんごい迷惑かけたんで。迷惑？いや、そのみんなの期待を裏切ったっていうか。振動さん、さっきの地元のじいさんばあさんのためにっての重くないっすか。誰かの夢になれるって悪くないよ。誰かの夢か。お届け物です。ん？ん？漢字は苦手です。ああ、これ俺宛てっすよ。
これが倉原で、これが…あ？俺なんかに誰から？リンゴですね。こっちは読めます。え？あ、向井。俺、実家戻ってリンゴ農園継ぐわ。倉原へ。お前だけ携帯の番号も連絡先もわかんなくて、調べてるうちにこんな時期さなっちまったけど、うちの農園でできたリンゴ送っからな。部活やめてすぐ携帯変えたからな。箱根の予選会テレビで見てびっくりしたっちゃ。お前はやっぱすごいっちゃな。箱根本戦宮城で見てっからな。けっぱれよ、けっぱれよ。部を辞めてから駅伝は見てない。箱根駅伝もニューイヤー駅伝も高校駅伝も毎年テレビ楽しみにしてたけど見なかった。クリスマスから正月にかけてはできるだけ家にいないようにした。あんなことの後で箱根駅伝なんか見れない。俺は一生あんな風に誰かと笑い合ったり泣いたりすることはないんだろうから。誰かの夢になれるって悪くないよ。かける、榊のとこにも向井んちのリンゴ届いたんかな。榊、榊、一休みしたらロックの山下りも試走するぞ。大丈夫、坂を下るのは足に負担がかかるから、試走するのはロックを走る可能性があるものだけでいいよ。ユキとジョータ、ジョージ。なんで？もうやだよ。適性を見るためだ。俺も走る、文句ないだろ。わかったよ、走りゃいいんでしょ、走りゃ。完全にやる気ないな、あの二人。走りたくなきゃ走んなきゃいいんだ。ニコちゃん先輩、それを言っちゃ、うちは10人しかいないのに。二人とも意地になってるだけですよ。お前らにはわかんねえだろうよ、箱根を走るってのがどういうことか。長距離やってるやつからしたら夢のまた夢の大舞台なんだ。そりゃ僕らは箱根を目指し始めたばっかだから分かるわけないよ。じゃあ何か、あいつらに俺らの気持ち踏みにじられても仕方ねえってか。なあかける、俺も走ってくる。え、ちょ、ここまで来て走りたくないとか走んなきゃいいとかなしっすよ。みんなで一年間走ってきたことが無駄じゃないって信じてんすから。うわ、何してんのあいつ。俺も行ってくる。私も。僕も走ろっと。こういうのもう慣れたよ。ったくしょうがねえな。ハイジさんは車で休んでて。え、膝の心配があるからな。なんだキング、みんなが走るからまたお前もってか。うっさい、自分の頭でよく考えたわ。みんなと走りたいから俺も走るんや。何この坂、めちゃめちゃももに来るやん。めっちゃスピード出て怖いし。うるさいな、黙って走れバカ。あー、箱根神社の神様、雪がロックになりますように。かける、君なら連れて行ってくれる気がする。俺が見たくても見ることのできなかった世界へ。愚問よの清瀬。吐いてる場合か、走れ。鬼だよあんた。同情してちょっとだけって思ったら
朝もユーマ走りっぱなしで月何百キロメートルとか。それでもなんで僕があんたたちと毎日走ってきてやったと思う？箱根駅伝に出るためだ。あの膝は箱根には間に合わない。わしらはその歴史の最先端だ。タスキを任され走っとるじゃん。まあこれならなんとかタスキだけはつなげるかな。あれってことはハイジさん、これって頂点を見たくはないか。いつになくハイジさんの笑顔が怖かったけど、いいんだ。それが本当だろうが嘘だろうが迷いはない。俺たちの箱根駅伝が始まる。では箱根当日のエントリーを発表する。1区大手町から鶴見王子、2区鶴見から戸塚武蔵、3区戸塚から平塚城太、4区平塚から小田原ジョージ、5区小田原から箱根振動、6区箱根から小田原ゆき、7区小田原から平塚ニコちゃん、8区平塚から戸塚キング、9区戸塚から鶴見かける、10区鶴見から大手町ハイジ。ハイジさん、僕はそんな言葉が聞きたいんじゃないよ。1分以内、私はこの箱根駅伝をつなぐ青竹の10分の1なのです。耐え続けたのは俺だけじゃない。マッツーもみんなも一緒に耐えてくれた。キングさん、結局就活どうなったの？おかんになんて言おう。じゃあシード取ったらキングさん、留年してまた一緒に走ろうよ。ずるいよな。お前が兄ちゃんって呼ぶから俺いつだって頑張んなきゃいけないじゃん。兄ちゃん、ジョージ、好きなら走れ。相変わらずストレートなやつ。俺何してんの？なんで俺たちここまでして走ってるんだろう。走ることが俺たちをつなぎ止めている。君の本当の目的はそんなことじゃないんだろ、清瀬ハイジ君。